こんにちは、ゆうゆうホルンです。山形の方からパネットをいただきました。では早速開けてみましょう。はい、では開きました。じゃーん。では、読んでみたいと思います。お、2枚書いてくれてますね。ホルンさん、こんにちは。ね、10月6日のライブお疲れ様でした。とても楽しくて感動したライブでした。そう、ライブに来てくれたんですよね。ありがとうございます。ね、楽しかったですよね。なるほど、ね。うん。こう、なんだろう、ずっとこう、自分の中にあったことっていうか、うん。それをこう、手紙でね、こう、教えてくれてありがとう。うん。すごいわかるよ。うん。そっか、そうやって知ってくれたんだね。うん。ね、ね、そうやってちょっと今こう、言っていいのかわかんないけどね。うん。そっか、そうやって知ってくれたのか。そっか。じゃあライブに、ね、来てくれた日、まあ、もちろんライブもね、ライブもあったけど、ね、その時にそのお友達さんと、ね、いろいろこうお話ができたと。ね、そっか、なんかそういう特別な日になってくれて俺はすごく嬉しいです、ね、またライブやるんで、その時また一緒に楽しみましょうね。うん。ホルンさんのことを知ってから日はまだ浅いんですけど、ホルンさんの声も曲も歌詞も、そしてライブの時に、ホルンさんと話して感じた温かさも本当に大好きです。これからもずっと応援していきますので頑張ってください。頑張ります。はい、ねえ、もう頑張りますよ。うん、うん、そうだね。多分、まあ、文章からも分かるし、ね、そんなになんかこう別に落ち込んでたりはしないと思うんだけど、うん、なんかもしなんか今後なんかなんだろうな、別にどういう場面でもさ、なんかこうこういう書いてくれたこととかをなんかちょっと気にしちゃう、うん、大丈夫なのかなとか、うん、気にすることがあっても大丈夫です。うん、きっとね、分かってくれる人っていうか、これだからって言って離れていく人は俺はなかなかそうにないと思うよ。うん、大丈夫。そっか、じゃあなんか今後もなんかこうなんか癒し系の曲もなんか作っていこうかなと、考えています。はい、うん。じゃあまた近々できるだけ早めに新しい曲もね、また YouTube にアップしたいと思うんで楽しみにしててね。うん、ではこちら大事に大事にしますね。ね、ありがとう。ゆうゆうホルンでした。チャンネル登録お願いします。